ショッテン・バウマン反応とは、カルボン酸塩化物とアルコール、またはアミンを水酸化ナトリウム水溶液の共存化で反応させて、エステル、またはアミドを得る方法である。ショッテン・バウマン条件、ショッテン・バウマン法とも呼ばれる。1884年に、カール・ショッテン、1886年に、オイゲン・バウマンが報告した。ショッテン・バウマン反応の例。 ベンジルアミンと塩化アセチルとの反応により N、ベンジルアセトアミドを形成する。カルボン酸塩化物とアルコールやアミンの反応では生成する塩化水素を中和するために塩基が必要となるが、その塩基として水酸化ナトリウムを使用する方法である。あとに、スルホン酸塩化物などにも適用できること、アミン及び酸塩化物の反応性次第で、 炭酸ナトリウムや炭酸水素ナトリウムを用いても反応が進むことが確認されている。この反応が適用できるのはある程度炭素数の多い非水溶性の酸塩化物と水溶性のアルコール、またはアミンの弱酸塩の組み合わせだがエーテルなどの有機溶媒と二相系で反応を行うことも可能である。この場合は溶解性の制約は減少する。また、 衝突頻度の理由によりアルコールやアミンもある程度の水溶性が必要となる。非水溶性酸塩化物を用いた場合、塩基性水溶液による加水分解が遅いため、有機性に溶解しやすいアルコールやアミンとの反応が優先して起こりエステルやアミドを比較的収率よく得ることができる。この反応では必ず酸塩化物や酸無水物などの 高反応性カルボン酸誘導体と所毛のアルコール、アミンとのエステル化、アミド化と、化水分解の競争反応となるが、反応性の高いアルコキシドやアミンとの反応が優先するとされている。ただし、反応条件や気質によっては、目的とする反応が進行せずに、主役の化水分解で終わることも多い。また気質や条件によっては、せっかく反応したエステルがアルカリで、 加水分解されることも少なくない。このため反応性の高い気質であることが多い多段階反応の初期段階や大量合成に多用される反応である。ピリジンやトリエチルアミンなどを塩基として使用するエステル化やアミド化では反応後にこれらのアミンの塩酸脂を排気物として処理しなくてはならない。しかし、ショッンバウマン反応では生成するのは 塩化ナトリウムなどの無機塩であるため、比較的廃棄物処理の負担が軽減される。そのため、工業スケールでの反応にも向いている。ショッテン・バウマン反応、またはショッテン・バウマン条件は、有機合成化学において、現在でも広く用いられている。WPTSCH、レクシコンベッドテンダーシュミッカーハット MB スミス、J マーチ、 マーチ、S アドバンストーマニックケミストリー、ハットエミール・フィッシャー、ジンテーゼフォンポリペプチドン、ベアリクト・デア・ドイチェン・ケミスカン・ゲゼルシャフト36、2982から2992、ドイ、10.1002、クバー、190億3036万356、フィッシャー・ペプチド・シンセシス。ありがとうございます。